どうも、かげやんです。今日はね、2021年5月16日日曜日、日曜日の朝、ちょっと雨、まあそんなに強く降ってないです。ちょっと雨が降ってる、小雨が降ってる感じの朝ですね。ということで今日は日曜日なんで、まあ一般の人はゆっくり休んでるのかな。朝はゆっくりされてるんでしょうね。僕は朝から、いろいろとやりながらですね、作業をしながらという形です。今日もこう、まあ、そこそこ忙しいかなというところではありますけどもね、日曜日なんでね。ということでこれは唐辛子ですね。まあ今日は雨で、しっかりと水分をこう取ってくれるかなというところですね。唐辛子、まあまあそこまで変化があるわけではないですね。そしてきゅうり、きゅうりがねどうなるかっていう、これがね、これからですね。ということで、あ、こちらが、あ、花が咲いておりますね。見てください、これです。花が咲いております。花が咲いてますね。これからですね、ナスもね。そしてこちらはまだ花は咲いていないですけども、見えるかな、このこれですね。これ、見えてるのかな、これですね。これがこれから花が咲くと。そしてこちらが、きゅうりというところで、これはやっぱりその農協で買った、苗なんで、なかなか立派な感じの苗ですね。これはかなり期待できるんじゃないかなというふうに思います。そしてまあこんな感じかな。こっちもなんかなってますね。ここなんかこう次やるんかな、わかんないですけども、またまた増えていったらまた言いたいと思います。ということで、ゆっくりお休みくださいませ。ありがとうございます。